A は111ですか。121で。で、まず一番はこれの行列式ですね。そうするとこの1を使って下の11消せますね。まあ、もう消しちゃいます。010ですか。で、0でちょっとスペースがないから A マイナス1で2マイナス 2A ですか。でもう簡単ですね。ここで1列で展開すると、 10A マイナス1、2マイナス 2A で、これはここ0ですから、2マイナス 2A ですね。まあ、2で食っちゃうと1マイナス A ですか。これが見えます。で、それで、2番目は、AXYZ イコール、なんだっけ、AB1 ですか。これに解がある条件ですね。で、絶対あるっていうのは、これ何だってあるって分かるのは、A が逆行列の時は、すなわち A not 1の時は大丈夫ですね。解ありです。逆行列ありますからね。XYZ は、まあ、計算しなくても A インバースのがあるんで、行列式が消えないことと、逆行列があるってことと同じ必要準備条件ですから、 AB1 ですか。これが存在しますね。計算したくていいですよ。それで、これが1番目。2番目は、じゃあ行列式が消える場合、すなわち A イコール1ですか。この時ですけど、ちなみに今やったこの変形は行基本変形ですから、そこそこ、それはちょっとまずいな。もう一回方程式戻りましょうか。この時 A はですね、111の、AB でやっちゃいましょうか。A ベータですね、すいません。11121の、これ1、実は111なのね。これの、1B1 ですね。で、それで、そうすると、これもうちょっとやると、これこう消えますね。111で、そうすると、ザクッと010B ですか。ちょっとこれは簡単なのに作っちゃったんですけど、これでこれ見たら、係数行列のランクが2で、その拡大行列のランクが2ですから、ランク A とランク AB が等しいですから、解あるわけね、これ。これが分かります。まあ、というわけで、これいつでも解があることになりますね。